私の目の前でポサーっと突っ立ってられちゃ迷惑なのよ。お願いだから早く私の視界から消えてくれない？ あなたが消えないなら私がこの場から消える。 ちゃんと聞こえてるってば。うるさいわね。 みたいにそこをどかないつもり？ いいわ。 あの時みたいに私がここから消えるから。 時間が過ぎるのって早いのか遅いのかよくわからない。ねえ、あなたって一人暮らし？ そう。それじゃいいわ。 お金、ここに置いておく。 出てきた。
がどこで何をしてようと勝手じゃない。あなたに私の何がわかるっていうのよ。話は変わるけど、今日一日あなたの家に泊めてもらえない？ごちゃごちゃうるさいわね。止めるの？止めないの？本当にいいの？ありがとう。2年生、慣れ慣れしくされるの嫌いだからちゃんはつけないで。沙織って呼び捨てで構わないわ。私はあなたを何て呼べばいいの？それじゃあ、最初に言っとくけど、今日は危険日なの。期待してたらごめんね。どこで寝ればいいの？さすがにそれは悪いからガベットで寝ないの。それがいいわ。そうしましょう。服を脱ぐからあっち向いてて。それじゃおやすみ。どうして、どうしてなの？どうして、どうして死んじゃったの？沙織を置いていかないで。お願い。寂しい。沙織を置いていっちゃ嫌。朝だよ。
起きて。おはよう。黙って帰ろうかと思ったけど、やっぱり一言言ってから帰ろうと思って。昨日の夜、私のこと何も聞かなかったでしょ。なんでいつも閉店までいるかとか、それ以外のことも。聞かれても答える気はなかったけどさ、ちょっと拍子抜けしちゃった。言いたかったのはそれだけ。もう家に帰るね。この時間には誰もいないの。だから平気。それじゃあ、迷惑かけちゃったね。さようなら。